ひなチャンネル。さてさて、うるせえやつら12話ご飯戦です。初めてやってみたけど、1話2本構成はマジで疲れたわ。他にもレビューしたいアニメもあるし、仕事もあるしだから、できるだけ1本でまとめたいかな。私も1本の方が疲れないわ。それでは本編感想いくわね。 B パートは2人だけのデート。すっかりアタルの家に溶け込んでる店長。これよこれ、一気の物足りなかった気持ちが解消されたわ。わかる、アタルとテンちゃんのやりとり、このわちゃわちゃがあってこそのうるせいやつらよな。テンちゃんとアタルの喧嘩も令和では初めてのはずなのに懐かしい。みんなが待っていた懐かしさだな。今回は桜さんにラブレターを書いてデートに誘うお話なのに、往年のファンは心配でしかないはず。この原作読んでたらさ、どうやって令和でアニメ化するんやろって思うよな。ほんとそれ、モザイクするけどさ、あんなシーンやこんなシーンあるのよ。原作改編しなきゃ絶対地上波無理よね。でも今回は良い意味で改編できてたと思うぞ。特に映画館反応動画でも反響あったシーンだな。そうね、そこは後でじっくり話しましょう。まずラブレターを果たし状みたいに書いちゃってる店長。桜さんへのラブレターよ、なんて末恐ろしい内容で書いてるの。やられるよな。自称デートの手を当たるに代筆を頼んでたけど、実際デートまでできたのって何回。そういや、アタルのデートシーンは見たことないかも。ガールハントの失敗帝王じゃ。まさにその通り。桜さんに届いたラブレターは心配した通り伏せ字の連発。ここは原作通りよな。待ち合わせ場所はセンスのかけらもない看板の前。字に対しての桃のセンスよ。一部原作から改変あり。ギリ放送できなかったんだろうね。伏せ字の口元はダッピャ星人。見たことあるなって思ったら、ダッピャ星人って名前だったんか。うるせえやつらではちょくちょく出てくるわよ。でも幼児にこんなことさせるとはさ、当たるって最低よね。作戦としても人として終わってるな。そして当たるから砂利店発言出たわ。砂利店の砂利はガキとか子供の意味ね。ポケモンでもサトシがロケット団から砂利ボーイって呼ばれてるし、砂利んこちへの砂利も同じ意味ね。なんで砂利の説明が入るんだ。令和の世の中で砂利なんて使わないでしょ。私が親切に説明してあげてんのよ。しかし砂利店ってのは自然に出てきたよな。とても初めて読んだ印象ないわ。待ちに待ったてんちゃんだしね。そして正直子供の時にはわからなかった同伴喫茶、調べてみたら説明できない喫茶店だったみたいね。うちら17歳だしな、知らんことも多いさ。つゆおさんとめんこさん出てきたわね。ちょっと、まあ犬やしゃとかごめと思えば。犬やしゃとかごめが出てきたと思ってええんか。それもどうかと思うぞ。てんちゃんに言われるがまま来た。映画館も幼児には見せられないよ。アニメでは看板もかなりマイルドになってる。原作はモザイクかけなきゃ出せないもんな。看板が18禁なんだよ。桜さんとてんちゃんが入場するシーンだけど、ここはまるっとカットされてるわね。幼児がどうやってピンク映画館に入ったのか、そんな問題は全てカット。これは原作の時点で一昔前の流行の話だったし、私も子供の頃親に聞いたもんね。あれ、マリエは問題になったの知らないのか。これ流行が古くてカットされたんじゃなくて、別の問題でカットされたと思うぞ。そうなん、あんたはそういう知識はあるよね。動画で伝えていいのか判断つかんから、今回は説明省くわ。後で LINE で聞くわ。ひなチャンネル。ひなチャンネル。映画の内容は原作では本当のセクシーものだったのに、アニメではくだらないギャグアニメのようになってる。この映画面白かったけどな、感動動画でも一番反響あったんじゃね。原作は映画の映像ないしな、実際はこれだったのかもよ。確かに伏せ字だらけだし映画の内容もわからないわね。でも原作はセクシー映画って思いたいのよ。今までずっとそう思っていたのに。個人的には良い意味での改編だったかな。ちゃんと放送できる内容にしてるし、改編内容もうるせえやつらっぽいよね。これ見て往年のファンも安心したと思うわ。ガムちゃんがダーリンあれ何って聞くと、えいウブなねんねジャールマイシっていうあたるのセリフ、映画の内容に対しては合ってない気がする。そこは原作再現のセリフよな。つかウブなねんねって何よ。ウブは初と書いて純朴なって意味ね。ねんねはねんねから来た赤ちゃん用語で、子供っぽい年頃の女性のことね。まあ今時使わない言葉だよな。ラムちゃんは恵方巻きに対してあれ何、アタルは恵方巻きごとき知らんのかって意味でウブなねんね使ったんじゃね。ありえそうだけど無理やりじゃないの。別にセクシー映画を見てるわけじゃないからさ、そんな反応はしないと思うけどな。でもそんな映画に興味津々なラムちゃんも新鮮で可愛いわ。ラムちゃんは地球のこと分かってないしな、多分アシカトドセイウチの下りも分かってなさそうよな。セイウチの反り具合よ、
確かにこんな映画見ててもわけわかんないわね。水しぶきで濡れてこんな暴れん坊を初めてって、ラムちゃんには新鮮な経験よね。次はホテルの下りで当たるが信楽焼きで潰されるシーン、今までだったらドカって擬音を桜さんが言いそうだけど普通の音だった。過剰に擬音を声優さんに言わせるより私は普通の効果音の方が良いと思ってたからよかった。言うの忘れてたんじゃね。それか今年から擬音を言うのやめたとか。バランス取れてればいいのよね。言葉で擬音言うのが合ってるシーンもあるからね。台本に書き忘れてたのかもな。それもありえる。幼児の告白を優しく断る桜のシーン、引き際をわきまえてる幼児ってすごくない？当たるは引き際なんてないもんな。女好きは似てるけど天ちゃんのが大人だよな。私たちが幼児時代に恋愛してたかなんて覚えてないしね。アニメに出てきたエンゲージリングは原作の天ちゃんの恋にちょっと出てくるけど、話はオリジナルで追加されてるわ。そんなエピソードあったんだ。今回も複数エピソード混ざってるってこと？ A パートのランちゃんが巫女のバイトして墓まで出てきたじゃない。あれも別のおみくじ怖いってエピソードがあって、それを巫女でバイトしてる設定だけ持ってきてるのよね。ランちゃん登場回のコピー当たるみたいなもんか。そうね。あれのダッシュマークも他のエピソードの設定の見つかっていたわね。確かにおみくじ怖いのコメントも複数もらっていたよな。だから一部引用のみのエピソードは今後の放送はないかもしれないわね。該当エピソードが好きな人には残念だな。そしてエンディングも変わったんだけど、一枚絵で最後まで変わらないのがちょっと寂しいかな。絵柄も完全に二次創作的な絵だし、このラムちゃんも可愛いんだけどキャラデザと離れてるからエンドカードっぽいなと思ったかな。ほんとだ、一枚絵のスクショスクロールやね。新しいオープニングは昭和感が出ていてよかったのよね。だからエンディングが物足りなさあるかもね。でもこのラムちゃんもポップで本当に可愛い。結局ラムちゃんが可愛ければええんかい。今回はテンちゃんが過激な幼児になる回で、原作を知ってる人はどこまでやるのか心配したはず。でもギリギリのところで映像化したと思う。原作のままの表現は今の時代無理だしね。特に映画館のとこだよな。本当に上手に改編したと思ったよな。そんなわけで B パートの感想はここまでかな。次週の更新は少し遅れる予定なのでご了承ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。